弥勒、盗人のために破られ、叫びたまうこと、第三十五今は昔、聖武天皇の御世に、奈良の京の時、直ありて、夜、京中をめぐりて、夜行することありけり、 しかるに、その野行の人の聞くに、夜半ばかりに、かずらきの天寺の前の盾原の中に、人の泣き叫ぶ声あり、叫びて曰く、我、いたきかな、いたきかな、と、野行の人、 これを聞きてそのところに馳せ至りぬ。見れば盾原の中に人あり、怪しんでこれを捕らえて問えば、はよを盗人なりけり、その寺の弥勒菩薩の赤金の像を盗み取りて、破り存ぜむとするなりけり。 すなわち、野行の人、その盗人を絡め捕らえて、官に送りて、人屋に戒めつ。天皇にこの善をそうして、仏をば取りて、元のごとく寺に安事したて祭りつ。 これを思うに菩薩は獅子を屈したまわず、あに痛みたまうところあらむや、しかるにただこれ、ぼんぶのために示したまうところなり、盗人に重き罪をおかさしめじ、と思いたまうためなり、 その頃おい、ひとみなこのことを聞きて、キーのことなり、とてなむ悲し人をとびける、となむ語り伝えたるとや、